小型車による運用、市民総合体育館バス停にて、中型車による運用、市場縄手神社付近にて、市場縄手市、コミュニティバスは、大阪府市場縄手市で運行している、コミュニティバス、京阪バスに運行を委託している、市場縄手市は、市中心部に、生駒マ山系の清滝峠があり、これが地域を事実上分断している。このため、清滝峠の西側に、 市の公共施設が充実しており、市街地もそれに準じていた。しかしながら、清滝峠の東側の田原地区が、関西文化学術研究都市の開発に伴った田原台の住宅開発が進み、この地域から市の公共施設へのアクセスの整備が、市の緊急案件となっていた。このため、市場縄手市では2000年より、無料の公共施設巡回バス、くの号、 札ツき号を運行していた。この時の運行ルートは次の通りであった。ただ、この無料バスが当時並走していたバス路線の乗客を奪う結果となり、運行の見直しの一環として2004年4月1日から有料化したコミュニティバスを運行することになったのが現在の形態である。なお、この際に近鉄バスは田原大住宅地の路線バスの運行から撤退した。 全路線角間営業所が管轄する2015年4月1日運行系統の見直しと運賃体系の変更が行われた。田原ルートにおいてはラッシュ時の田原地区市場縄定期間の速達性を重視した改正となった。市場縄定期発着便が増便された一方で忍川岡駅発着便は減便された。西武線においては南ルートが カリア地区に乗り入れを開始した。また、市場なあて神社、伊勢山へ及び緑の文化へを経由する系統は、土休日のみの運転となった。田原1、田原2、田原3、田原4、田原5は、通年で毎日運転。田原6は、土休日運転。西武線は、年末年始運休。当時の、くるっとバス車両による代走。現在は、定期運用に入る場合もある。 門前営業所に配備されている小型車と中型車を使用する。中型車は特に限定されていないが、小型車は2台、中型車は1台の専属車両がある。運行開始当初は、小型車については平日は2台が、フル稼働していたため、検査などの際は、同じ営業所に配備されているクルッとバスの車両が、優先的に充当されていた。 これはクルットバスの車両は3台配置の2台仕様で1台は共通予備であったことによるものであった。この車両はクルットバスカラーである。ジグソーパズルをイメージしたデザインである。さらに、予備車も車検などの場合には予備車両が不足するため、他営業所から同型車を借り入れこれを補う。この際は、軽阪バス標準カラー車両での運行が見られる。 しかし2009年10月31日より、クルットバスの廃止により、同経路で使用していた3台中1台が、市場なわてし、コミュニティバスの車両となったため、これ以降はた営業所からの借り入れは、基本的に中止となり、3台配置の2台使用1台予備となった。これによりもと、クルットバス車両も現在は通常運用に入っている。運用車両全車に、 磁石式のヘッドマークが掲出される。またヘッドマークの様式は現在使用している。黄色ベースのものは2代目で、初代は背景色が緑色であった。ありがとうございます。